ここを使って俺が勝ち残って、このまま今年こそ優勝してやるからお前ら楽しみましょうよ。準決勝しんかった、あと一個、あと一回勝てば POG せやな。まだ気は抜けないけど、次勝てば優勝できる。もう意地でも勝ってみせる。
見ての通りですよ。All right. ナチュラルバイブスにストロングマシーン。せいや、よ。あなたに仲間に加わりました。よろしくお願いします。はい。いやいや、この日を待ってましたよ。いやいや、いいです。すごい。見た。いました。見た。いや、ずっと隠してきた回があったら。いやいや。あいつだよ、俺は。いやでもね、持ってるじゃない。俺にはこれしかないと思ったから。もうそういうのも出していこう。出してな。これね、ストロングマシン J 個人として。そうだよ。これから上がっていかなきゃいけないし、せっかく入ったからには、俺はユニットをトップに持っていく。その自信を持ってこれから戦っていくからな。おっしゃいか。アップデートが大事な時代だからな。そうそうそう。この時代はもっとこれからアップデートを重ねて、重ねて最新型になっていくからな。ええ、ジェイさん、ちょっと待ってるからね。待ってるから。こっち、ボスは帰ってくる。ゲートカミン。乾杯。ジェイも待ってるから。俺はこれからまた、またも可能性が無限大になりました。ナチュラルワイルスをこれからもチェックしといてちょうだい。よろしくどうぞ。何が何だか分かんねえよ。おい、なんだよ。おい、いや、あれが答え。あいつは何やりてんだよ。くすってるよ。完全に俺たちハイエンドに入るような流れだったでしょ。ハイエンドって一体何なんだよ。なんで俺たちこんなに魅力がないんだよ。何が足りない。俺は悔しいよ、悔しいよ、悔しいよ。ちくしょう。ああ、ちくしょう。なんだあの会場の雰囲気は。俺が今日優勝したらダメっていう雰囲気だったな、おい会場。こっちは3試合してここまで上がってきてるんだぞ。少しぐらいねぎらいはないのかおい。もういいよ。今後俺は自分のやり方でやり返してもっと上に乗せ上がってやるから。ゆきのことおり、俺が正真正銘 KOG の覇者だ。俺はただの第一歩にすぎない。次はドリームゲートベルト取って、それからまだまだ俺は動いていきたいと思います。俺だけじゃなくダイヤと一緒にディーカレッジとしてこれからどん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 ドラゴンゲートのリング上を面白くしていくんで、これからも吉岡由紀から目を離すなよ。本日のレック・バルサンプレゼンツキングオブゲート2022決勝戦後楽園ホール大会、皆様ご来場そしてご視聴誠にありがとうございました。いやー、もう激戦を制して、王者になったのは吉岡由紀でした。最後のね、吉岡のマイクにも本当に力強さを感じましたし、これからの未来本当に吉岡に引っ張っててほしいなと本当に心から思いました。素晴らしい試合でした。はい、今日もね第1試合から、ちょっとバタバタな流れでしたけども、皆さん少しでも満足いただけたら本当に嬉しいです。はい、明日はまた同じくこの後楽園ホールで2年ぶりの登竜門再開ボリューム2でございます。今日のリング上でも発表した通り全カードも揃ってますんで、皆さん明日もぜひ後楽園ホールでお楽しみください。ありがとうございました。